ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、映画をプロデュースし自らも出演している俳優の中村由美子さん。映画の中で使った美術作品をこのように撮影が終わった後アップサイクルしてアート作品にしました。我々はね、明らかにゴミなゴミを捨てていきますんで。はい。今回中村さんがプロデュースした映画は、ゴミ屋敷に住む人々のありのままの暮らしを描いた作品。中村さんは部屋を片付けられないシングルマザーを演じています。中村さんの幸せの種とは、セットとして素敵なものを作って使ったとしても、撮影が終わると廃棄してしまう、それをアート作品にアップサイクルっていう流れをやってみたいなと思って今回取り組みました。この企画趣旨に賛同したアーティストたちが映画の美術セットを使っておよそ20体のアート作品へとアップサイクル。もともと別の用途として使われてたものをまた別のものに作り変えるっていうのが、先入観を一度捨てないと新しいその表現につながらないと思ったので、結構挑戦ではありました。中村さんが未来に咲かせたい夢、いいものを作るためにゴミがどうしても出てしまう業界だとも思うので、なるべくリサイクルできるものを使ってまた誰か必要としてる人に渡すっていうような循環を少しずつ増やしていって、この業界から出るゴミの量が減らせたらいいなっていうふうには。映画美術セットの新しい形、撮影後はアートに変身。あなたの幸せの種は今どこに？